はい、どうも皆さん、こんばんは。マー君でございます。本日もお夕飯を作ってまいりたいと思います。本日のお夕飯なんですけど、BLT サンドイッチ、ベーコン、レタス、トマト、卵、 T はトマトと卵でしょのサンドイッチを、たまにはね、こじゃれたもんでも作ろうじゃねえかと、ハイカラのもんでも食おうじゃねえかということです。はい、あ、言うの忘れた。これベーコン、これベーコン、これ業務スーパーで買ってきたこのね、高いやつ、ちょっと高いやつ、これ使います。そんなに高くねえか。とりあえずベーコン焼く。でベーコン焼いたんでね、卵も焼きます。卵をスクランブルエッグにしたいと思います。目玉焼きでもまあ何でもいいんだけど、とりあえず卵にしっかり塩コショウして、ね、ではね、サンドイッチの、ね、ソースを作ります。ソース、まず、からしちょっと入れて、あれで、からし入れて、でマヨネーズ、でケチャップ、これをよく混ぜる。ではね、サンドイッチにしたいと思います。クッキングシートね、クッキングシート引いて、パン、焼いたパンを乗せます。パンがね、こっちにしよう。パンのっけて、でソースちょっと、で何からこう、まあ乗せる順番まで何でもいいんだけど、とりあえず卵、でまたソースね、ソース、ソースみたいで、ベーコン、でまたソース、でトマトね、トマト、そしてレタス、そして、最後にソースを塗ったパンで蓋をする。蓋します。で包みます。切りました。完成です。いただきましょう。はい、できました。BLT サンドイッチ、バズいね。もうビッグマックよりちょっとバズいんじゃないかぐらいあるよ。ビッグマックの方がバズい、いやいい勝負だと思うんだけど、たまにはサンドイッチっていうのもいいんじゃないかなと。それではお疲れ様です。
美味しいね。では早速いただきたいと思います。いただきます。抜群にうまい。うん、うまい。おいしいね。これいいね。ボリューム満点だね。ベーコン美味しいね。ベーコン美味しいよ、ほんとこれ。うん、しっかり塩気が効いてる。うん、うまっ。分厚いのがいいね、分厚さが。チシュという文明の利器を導入。便利だね、このティッシュっていうのはね。このソースうまい。ケチャップとね、マヨネーズ混ぜて、からしと。このソースがほんと美味しい。BLT サンドには、ほんと、このソースだね。からし混ぜたけど、ほんとは粒マスタードなんだね。スタートなかった。このためだけに買うのさ。うまい。うん。お腹いっぱい。
それではごちそうさまでした。皆さんまたお会いしましょう。さよなら。